私は画材が超大事な人間なんで、画材のための絵を一生やっていくつもりですし、新しい画材が出続ける限り新しい絵画っていうのはどんどん生まれていくんじゃないかと思っていて、追い求めたのは画材そのものの美しさ。ブレイクビュー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト家田美香、大学時代に油絵を学び、現在は個展、グループ展など精力的に作品を発表。そんな彼女の絵には分かりやすいモチーフが描かれることはない。自分が人の絵を見てる時に別に何描いてるかあんま気にしてないなってことに気づき出して、ゴッホとか見ててもこれは何の筆でやってるんだろう、これぐらいの厚みをここに乗せてるからこの絵はいいんだなとか、そういうことを気にしてる、なんで自分の絵はそういうのじゃないんだろうって思って、なんかもういらないなモチーフって気づき出してから、まあもう切り捨ててるって感じになります。自身の持つ違和感に気づき、モチーフを捨てることで見えた新たな表現、それは画材そのものの追求。マテリアルフェティシズムって言葉を一応掲げていて、それは画材の持ってる力というか、そういったものに対してすごくリスペクトを持っていて、私は根底にあるのはその画材をいかに美しく見せるかとか、絵の具遊びで終わらずに絵として成立させれるかっていうところをずっと挑戦してるというか。画材の進化は表現の進化、そこから生まれた彼女の破壊という表現方法。プラスの作業ばっかりじゃなくて、一応マイナスの作業みたいなのもあって、それが絵をあえて破壊するっていうところにあるんですけど、マイナス箇所を作って、でその欠片を別の場所に置き直すことで、欠損してる場所と新たにプラスされてる場所と、なんか両方が画面内に存在するっていう、ちっちゃい箱庭みたいなのを作ってる気分でもあるんですよね。その神様的な視点で世界をこの中で想像してるというか。キャンバスという一つの世界に新たな可能性を見出したい、そんな家田美香の望む未来とは。どんどん新しいそのマテリアルフェティシズムの絵を発表していきたいと思ってるので、家田美香って名前がアートといえばの中に入るような感じになりたいっていうのはずっと言っていて、国境を越えていろんなところに期待してもらいたいなっていう気持ちがあります。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家中光希のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。